こんにちは、パワミです。本日はパワーアップスとは何か、パワーアップスで何ができるのかについて紹介します。本日の流れです。はじめにパワーアップスとは何かを説明します。次にシェアポイントリストから簡単にアプリを作る方法を実際にパワーアップスの画面を見ながら説明します。最後にパワーアップスでアプリを作るための基本的な5つのステップを説明します。パワーアップスとは何か、どんな使い方ができるのか知りたい方は参考にしてください。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイトとパワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめにパワーアップスとは、誰でも簡単にビジネスアプリを作れるローコードプラットフォームです。ローコードプラットフォームとはプログラミングをほとんどせずにアプリを作れる開発ツールのことです。本来一からアプリを作る場合はいろいろなプログラミング言語等の知識が必要になります。下の図を見てください。例えばアプリのデザイン、いわゆるクライアントサイドではアプリの見た目を作ります。この時 HTML、CSS、JavaScript、AJAX 等の知識が必要になります。またデータの登録や削除、いわゆるサーバーサイドではデータベースを操作する処理を作ります。ここでは Python 等のプログラミング言語や Django 等フレームワークの知識が必要になります。またアプリを動かす土台も必要になります。 AWS、Amazon Web Service や GCP、Google Cloud Platform 等を利用して、その上でアプリを動かすことで Web 上で世界中の人とアプリを共有することができます。この時も AWS や GCP の知識が必要になります。私は自分で初めてアプリを作った時、これらの勉強をしながら1年半もかけて家事管理アプリを完成させました。このように一からアプリを作る場合、いろいろな知識が必要です。特に初めてアプリを作る人にはハードルが高く、開発にとても時間がかかってしまいます。この問題を解決するのがパワーアップス等のローコードプラットフォームです。パワーアップスではアプリのデザインはパワーポイントのような直感的な操作で作ることができます。またデータの登録や削除などは Excel のような関数を書くことで簡単にアプリを動かせます。もちろん初めてアプリを作る人には少し難しいかもしれませんが、一からアプリを作る場合に比べるとハードルはかなり低く、開発時間も短くなります。パワーポイントやエクセル等オフィス製品をよく使っている人は使いやすく感じると思います。 IT 分野を中心とした調査・助言を行うアメリカの企業ガートナーは、2023年までに中大規模企業の 50% 以上が自社の戦略的アプリケーションプラットフォームとしてローコードプラットフォームを採用すると予測しています。つまり近い将来、多くの企業ではローコードプラットフォームで自社のビジネスアプリ開発をするようになるだろうということです。ローコードプラットフォームの製品はパワーアップス以外にもアウトシステムズ、セールスフォース、メンディックス、アピアン、サービスナウといろいろあります。パワーアップスはマイクロソフト社の開発したローコードプラットフォームで、マイクロソフトの組織アカウントが必要になります。他の製品は使ったことがないので比較はしていませんが、パワーアップスの場合、シェアポイントやパワー BI、パワーオートメイトとマイクロソフトのオフィス365サービスとの連携がしやすいです。すでにオフィス365サービスを使っている場合はパワーアップスの導入がしやすいのではないかと思います。パワーアップスを使った業務改善の例として、トラブル対応の例を見てみます。例えば現状ではこのような業務フローになっているとします。まずトラブルが発生したとき、現場の職員がトラブル対応のためのサポートデスクに電話で連絡します。電話の中でトラブル内容の詳細を伝えます。次にサポートデスクのスタッフは電話で受けたトラブルの内容を確認し、
Excel のフォーマットに記入します。トラブルの内容やステータス、対処日の記録を残しておくため、Excel にまとめておくのはよくあることだと思います。その後一旦電話を切り、トラブルの内容を調査したり、検証したりします。調査が終わったら、現場のスタッフに電話で折り返し連絡し、調査結果や対応等を回答します。現場のスタッフは回答を聞いた上で何らかの対処をして、このトラブル対応は解決になります。もしかするとサポートデスクは月の初めなどに先月行ったトラブル対応の実績を報告する可能性もあります。毎月何十件もトラブル対応をする場合、サポートデスクの人はかなり大変だと思います。この業務の一部でも自動化できたらと思うのではないでしょうか。一つの例としてこのようなトラブル対応の業務フローを挙げてみましたが、これをパワーアップスでどのように改善できるでしょうか。例えばこのようなシステム化によるトラブル対応業務の改善例を考えてみました。せっかくなのでパワーアップス、パワーオートメイト、パワー BI を使った業務改善を考えてみます。はじめにトラブルが発生したとき、1のトラブル報告はパワーアップスのアプリを使って行います。登録するデータベースは仮にシェアポイントリストを使うことにします。トラブル報告がシェアポイントリストに登録されたとき、サポートデスクの人に Teams で通知が行くようにします。これはパワーオートメイトで作ります。 Teams での通知を受け、トラブルの内容をパワーアップスでチェックし調査を行います。調査が終わったらパワーアップスでトラブルの調査結果や対応を回答します。回答が来たらパワーオートメイトで現場職員に Teams で通知が行くようにします。現場職員は回答を確認して何らかの対処を行います。最後にシェアポイントリストに登録されているデータを毎日自動で取り込み、パワー BI でレポートを表示するようにします。どうでしょうか。Excel への記録をなくし、Power BI で自動でレポート化することで、サポートデスクの電話対応業務が削減されるかと思います。これは業務改善の一例ですが、Power プラットフォームを使うことで、いろいろな業務改善が期待できそうです。それでは実際に Power Apps で簡単にアプリを作る方法を、実際の Power Apps 画面で説明します。今回は簡単に1つのシェアポイントリストからスマホサイズのアプリを作ってみます。今回シェアポイントリストでこのような簡単なタスク管理用のリストを作ってみました。リストの中身はタスク、開始日、終了日、ステータス、緊急かどうかを入力する列を用意しました。これをデータベースとして Power Apps でアプリを作ってみます。3点リーダーから統合、パワーアップス、アプリの作成をクリックしてみます。アプリ名を適当に入力し作成をクリックします。少し待つと、なんと自動的にアプリができました。試しに動かしてみます。アプリの開発画面で動かすには、右上のアプリのプレビューをクリックします。プラスアイコンから新しいタスクの登録ができます。新しいタスクを入力し登録すると、一覧に登録したタスクが出てきます。タスクを登録したら、先ほど作成したシェアポイントリストにタスクが登録されています。タスクを選択すると、詳細画面で登録された内容を見ることができます。ペンのアイコンをクリックすると、編集が可能です。詳細画面から登録したタスクの削除もすることができます。
タスクを削除すると、先ほどのシェアポイントリストからも削除されます。このようにシェアポイントリストからスマホサイズの簡単なアプリをすぐ作ることができます。ちなみにこの方法では PC サイズのアプリは作ることができません。また細かい動作などを作り込みたい場合はもう少し自分で作る必要があります。最後に PowerApps でアプリを作る基本の5ステップを説明します。流れとしてはアプリの設計、データベースの作成、アプリ開発、テスト修正、発行共有です。最初にアプリの設計をきちんとやっておくことをお勧めします。先ほどの例のような一つのシェアポイントリストから本当に簡単なアプリを作る場合は必要ないかもしれませんが、2つ以上のデータベースを使ったり、アプリの画面や動作がいろいろとある場合は必要です。ここではシステム化の範囲やアプリの機能、データベース設計、画面設計などをします。アプリの設計が終わったら、データベース設計をもとにデータベースを作成します。データベース設計でデータ型などを決めておくので、設計を見ながら作るだけです。データベースとしては、例えば Excel や SharePoint リスト等を使うことができます。データベースを作成したら、いよいよアプリ開発です。設計をもとに画面や動作を作っていきます。アプリができたら、一旦動作確認のテストをします。多くの場合、動かしてみると想定通り動作しないバグなどが出てきますので、随時修正していきます。テスト修正はアプリ開発をしながらも行っていくと思います。最後にいよいよアプリの発行・共有をします。アプリを発行後、使ってもらいたい人にアクセス権限を付与することで他の人に共有できます。ちなみに PowerApps は基本的に Microsoft アカウントを持つ同じ組織のメンバーでしか共有ができません。組織外のメンバーやウェブで一般に公開することはできないため注意してください。アプリを発行した後も後から不具合や追加機能の要望等が出てくると思うので、その時はまたアプリ開発をしてテスト・修正後に発行する手順になります。それぞれのステップについて具体的なやり方はまた次回以降に説明したいと思います。最後になりますが、アプリ開発経験のない人は最初パワーアップスが難しく感じるかもしれません。それでも一つアプリを作ってみればパワーアップスについて大体の操作がわかると思います。次回からは実際にパワーアップスでアプリを作る方法を説明していきますので、ぜひ見てもらえればと思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。